機械は何かを発見した。発見を登録するための映像だ。さよなら、大発明家キリン・ジンド州。機械は目標は解除に成功。勝ち目はないぞ。機械をかわした場合、これがキリン・ジンド州。
他の機械が電気を消費しすぎてるんだわ。王室医師、そして自然哲学アカデミーの学長だった。最盛期には王国中から引っ張りだこの画家でもあった。子供の頃のヒーローが今や私の操り人形だ。その不格好な剣をわしに使うつもりなら好きにしろ、人道主。だがお前の望みが何なのかわからないな。だが組織で果たす役割についてプロとして興味が湧いたことは認めよう。焦るな焦るな、順番は大事だ。君は私の電気ショックマシンを味わうことになるが、それはいつだろうな。君の目から光が失われるその前か後か。光が消えたらどうなる？誰がそれを私に教えてくれるのだ？お前ほど自分の声を気に入っている者は他にいるのかな、キリン。その器具が使われたら答えがわかるのか？いや、それは無理だ。だが君が最も愛したものを君から奪うことはできる。その大切な知性だよ。次の機械仕掛けの試作品に協力しないというなら、ソコロフ、この道具を君の脳に使わせてもらう。断る。よだれを垂らすふぬけになれば、少なくともお前の馬鹿げた理論に惑わされることはなくなる。キリン人道主、サーコノスの大発明家ね。機械の兵士で軍隊を作ることを夢見ている。彼の発明したシルバーグラフは光と水銀をプレートの上で融合させるの。すると画像が現れるの。すごい発明だけど怖がってる人もいるわ。彼は総理と革新と進歩が合わさった素晴らしい精神性を持っている。多分ソコロフよりも偉大な人ね。すごく若い頃にアカデミーに入学したけど、当時は無口で
誰も彼に注目しなかった。でも彼には素晴らしい吸収力と理解力があった。彼はルカーベル公爵に協力しているわ。彼らには共通の関心があるけど、お互いを利用しているだけね。実験材料がもう修理不能なぐらい壊れてるから、新しいのを一式揃えないと。彼はそう考えてる。アカデミーの他の生徒たちや教師のほぼ全員が彼が言ってることの半分も理解できなかった。彼はまだ16歳だったのに。ベビーベッドを出てすぐに彼は子供らしからぬ好奇心を示した。周囲は彼を恐れ、彼は周囲を嫌うようになった。彼は呼吸と血流が止まるのを待つ。次に脳活動が、それから目の光が。目の色が変わる瞬間が彼は好きなのよ。それに魅了されている。自分の知性と張り合えるものが現れるのを彼は望んでいる。それはうんぼりじゃない。彼に対抗できる人はほとんどいないから。人間は鉱山の崩落に十数年の労働者が巻き込まれた。物乞いはブラッドフライの餌食になる。猫はビロードの枕の上で眠る。猫になんでそんなことをしたのと聞かれたが、若きキリンは猫の体内にあるものとその仕組みが知りたいだけだった。母親が何を悩んでいるのか全く理解できなかったみたい。新しい公爵は彼に実験材料を好きなだけ提供するでしょう。供給源は無尽蔵だからね。公爵に見出してもらわなければ彼は拘束されていたでしょう。仲間に対する忌まわしい罪、つまり彼の実験のせいで本当なら鉄格子がついたジメジメした穴に連行されていたはず。でも後者は逆に彼に地位を与えてしまった。それは彼にとって重要なこと。彼はいつも思っている。自分の研究の難しさや天才的な発明をみんなに注目してほしいと。彼はずっと担当教官を檻の中に入れることを想像していた。ガラス瓶をかぶせた虫のように。想像の中では教師は解放してくれると泣きつき、自分の知性が彼より劣っていることを認める。彼の秘密ならもう話したわ。
デリラカッパースプーン。この島が終わりかねないわ。アラミス・スティルトン。
電力が足りない。これで電気ショックは作動するはず。やめろ！やめろ！自分が何をやっているのか分かってるのか！何でも言ってくれ！どうせの者は何でもやる！おい、やめろ！やめてくれ！失われるんだぞ、なるべき進歩の時代が。こんなことになって残念だわ、人類種。銅板と酸を組み合わせれば、それはどうなるんだ。理解していたんだ。ついさっきまでは。誰か答えを知らないか。アイデアを思いついていた。記憶は逃げて忘れてしまった。全ての姿を変えて混ざり合う。私は今の状況に非常に恐怖している。未来の法則が表層のすぐ下で漂う。彼に光を届かないところで使うことはできないぞ。でもその思考はほんの数秒間で消えてしまう。彼が何かを思い出すと怒りと絶望が頭がいっぱいになる。私を死なせてください。彼の大聖堂は放棄され廃墟と化している。何か光る、光り輝く大きなものを失った。何と言えばいいかわからない。ほんの一瞬だけ彼に一筋の開きが見えた。技術上の大問題の解決だが、でもそれは消えてしまった。笑われる。他の生徒たちに笑われてしまう。夕食のことを考えるこの瞬間、彼はアンに今までで一番満足している。食べたいのは豚肉のキャベツ和えね。彼には秘密はもうないわ。
今朝子供たちにお別れのキスはしてきたかしら。やったな。状態は？弱っていて傷を負っている。でも大丈夫よ。本当に成功するとはな。話したいこともあるだろうが、船に戻ってからにしよう。さあ行こう。